おはようございます。ケンです。今朝はテスラにちょっとした問題が出てきているようです。数社の記事で紹介されていました。果たしてどんな問題なのか、それを紹介したいと思います。まずタイトルはテスラ歓迎されない頭痛の種を公開となっています。今回はザ・ストリートの記事です。僕のこの YouTube ではテスラや EV に関する海外の最新ニュース、テスラ全般、テスラのアクセサリーの紹介をメインに発信しています。テスラや EV に興味ある方はチャンネル登録をお願いします。まず現在のテスラの株価のチェックからしていきたいと思います。現在は 171.78 ドルとなっています。昨日から172ドル前後を推移しています。こちらですね。では記事の内容に入っていきたいと思います。司法省はテスラのオートパイロット機能についてより多くの情報を求めています。電気自動車メーカーのテスラは司法省からオートパイロットと完全自動運転機能に関する詳細な情報を要求され精査に直面しています。テスラ社は本日開示した米国証券取引委員会の提出書類によると、現在どの政府機関からも調査を受けていないと述べています。当社の知る限り現在進行中の調査において、いかなる政府機関も不正行為があったと結論付けていないと同社は10-K報告書に示しています。テスラの株価は火曜日に少なくとも 3.3% 上昇しました。1月27日付のブルームバーグの報道によると、この技術や仕組みに関するイーロン・マスク CEO の主張が SEC 米国証券取引委員会によって調査されていると言います。調査により利益率に影響が出る可能性あり、またテスラは政府の調査が利益率に影響を与える可能性があると述べました。提出書類によれば現在進行中のいかなる案件についてもその結果や影響を予測することはできないとのことです。政府が強制捜査に踏み切った場合、当社の事業、業績、見通し、キャッシュフロー、財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性が存在します。規制当局の裁定結果によってはテスラは通常の事業活動から生じる様々な他の法的手続きや請求にも直面することになると SEC への提出書類に記載されています。不利な判決や展開が生じた場合、当社の事業、業績、見通し、キャッシュフロー、財政状態、ブランドなどに重大な悪影響が及ぶ可能性があります。1年前マスク氏は何度も繰り返してきた年末までにテスラの EV を自動運転にするという約束を更新しました。今年中に人間より安全な完全自動運転が実現しなければ私はショックを受けるだろうと昨年7月のテスラ社の第4四半期決算説明会でマスク氏は語りました。人間より安全であることは高い基準ではなく低い基準です。人々はしばしば注意散漫になり疲れ、テキストメッセージを送っていることがよくあります。これ以上事故が増えないのは驚くべきことですと強調しました。しかし FSD はテスラ社を自立走行させるものではありません。テスラ社はすべてアクティブドライバーの監視が必要で自立走行ではありませんと自動車メーカーのホームページには書かれています。アナリストは
テスラの自動運転車提供の約束に警戒感を抱いています。クレディ・スイスのアナリスト、ダン・レビー氏は顧客向けメモに、テスラの AV、ロボットタクシーへの取り組みは、引き続き、ショー・ミーという見方を続けていると書いています。オートパイロットを調査する規制当局。オートパイロットは規制当局による多数の調査を受けています。米国道路交通安全局は2016年以降、自動運転システムが関与した37件の事故を調査しています。そのうちテスラが関与したのは30件で、そのうち11件は計15名が死亡した死亡事故です。また7月にカリフォルニア州で起きたテスラモデル3による歩行者死亡事故についても調査中であると文章で発表しています。7月6日にフロリダ州の週刊高速道路75号線沿いで2015年型テスラモデル S の乗員2名が死亡した事件について NHTSA が最近調査を開始したと関係者が7月11日にザ・ストリートに語っています。新たに NHTSA 長官に就任したスティーブン・クリフ氏は AP 通信に対し、テスラが NHTSA に協力的であったと語っています。監視機関の責任者は AP 通信に対し、彼らとはうまくいっていると思う。我々がリスクがあると判断した時には彼らは行動を起こしており、それは適切なことだと述べました。6月、連邦政府は自動車メーカーとハイテク企業のデータを公開し、テスラの273台を含む一部自動運転支援システムを搭載した車が10ヶ月間に起こした約400件の事故を示しました。昨年7月、テスラの人工知能のトップが4ヶ月のサバティカル研究休暇を経てオースティンの会社を辞めました。2017年にテスラに入社したアンドレイ・カルパシー氏は7月13日にツイッターで、この5年間テスラの目標に向けてお手伝いできたことは大きな喜びであり、別れるのは難しい決断ですと述べています。その間オートパイロットは車線維持から市街地へと卒業しました。私は非常に強力なオートパイロットチームがその勢いを継続するのを楽しみにしています。次のことについて具体的な計画はありませんが、 AI、オープンソース、教育における技術的な仕事を中心に私の長期的な情熱を再放するために多くの時間を費やすことを期待していますと彼は言いました。はい、ということで今回はテスラの FSD オートパイロットが調査を受けているというニュースを紹介しました。オートパイロットだから事故が完全にゼロになる、これは正直なかなか難しいのではないかなと思います。人間が運転するよりも安全だとは思いますが、事故が起きてしまうと否定的に見られてしまいます。人命がかかっているので本当にこれは難しい技術だと思いますが、応援している身としては頑張ってもらいたいと思います。はい、というような感じで僕のこの YouTube ではテスラや EV に関する海外の最新ニュース、テスラ全般、テスラのアクセサリーなど、テスラのある生活について発信しています。テスラ、EV に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。また、今回の動画も参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。記事の和訳と引用元はブログの方にアップしています。ブログの URL は概要欄に記載しています。では、最後までご覧いただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。今朝はこの調査を受けているという記事がいくつか見られました。紹介だけしますと、この記事もそうです。そしてこの記事もそうです。そしてこちらもそうです。この DOJ というのは司法省のことです。このような感じで、いくつかの記事で
同じような、ね、内容の記事がありました。アメリカでの規制にパスすることができたら、他の国でもパスする可能性は高いのかなと思いますが、日本は一層厳しそうなイメージがあります。まあちょっとよくわからないですけれども、まあ車の未来に関することなので、果たしてどんな結果になっていくのか、また新情報があれば紹介したいと思います。さて、今月から2月です。実は今回の YouTube からオープニングとエンディングを入れてみました。このオープニングとエンディングに関しては、またちょっとした動画を作ろうと思っています。では今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。